フロリダカハラガメは、ハチュコウカメモクヌマガメかクーターガメ属に分類されるカメ。アメリカ合衆国南東部模式標本の産地はインディアンリバー群。和名や英名は、主にフロリダ州及びフロリダ半島に分布することに由来する。最大高三34センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大高調30センチメートル程度。は、 第3、C 甲板の前端が最も高くなるドーム上で、上から見ると、第7円甲板中央部周辺で最も幅広い、細長い卵型。ドーム上の廃坑は、同所的に分布するアメリカアリゲーターが捕食しづらくなる効果があると考えられている。廃坑の前端は、中央部が浅く凹む。高看板はやや大型で、 やや細長く後方が幅広いと脚台形。第一、C 甲板は縦幅と横幅が同じか縦幅が長いが、第二から後、C 甲板は横幅の方が長い。廃坑の色彩は黒や暗褐色で、円甲板の背面やあばら甲板に黄色や大色のやや細い横縞が入る。大型個体は CU 問わずに黒化する個体もいて、廃校の半門や頭部、頸部、 死死、尾の筋模様が消失することが多い。復興の色彩は赤みの強い大々色一色。上顎の先端がへこみ、その両脇が突出式場状になる。頭部や頸部、死死、尾の色彩は黒く、黄色い筋模様が入る。国家個体は筋模様が消失し、黒一色になる個体もいる。粉炭と頭頂部の正中線上にある筋模様が繋がり、 矢印状になる。その両脇に入る縦縞は目より後方から入る。目後部から側頭部、頸部にかけて筋模様が入り、この筋模様は目後部から側頭部にかけては下方へ向かうが頭部と頸部の境目で折れ曲がる。喉に入る縦縞は太く、喉後部の正中線に入る縦縞の太さは頭腹の9%以上。卵は 長径3.7から4.7センチメートル、短径1.9から2.6センチメートル。孵化直後の幼体は、校長2.8から3.2センチメートル。幼体は、廃坑と復興の継ぎ目や、復興の甲板の継ぎ目に沿って、暗色斑が入る個体もいるが、成長に伴い反毛は消失する。流れの緩やかな河川や、湖、地層、湿地、水路などに生息する。 水生植物が繁茂し、日光浴を行える場所が多いし水域を好む。同族多種が、同所的に分布し好む環境も同じペニンシュラクーター、やリバークーターの亜種、フロリダクーターが生息する環境では、生息数が減少する。中高生だが、夏季に気温の高い日は、白明白母性傾向が強くなる。岸辺や、今、水生植物、倒木の上などで、 日光浴を行うことを好む。植生は、植物食傾向が強く、青木草属レメナイバラモ族、オオカナダモ族、オモダカ族、クロモ族、赤ウモ族、ドクゼリ族、ホテイアオイ族アイコーニア、ミカニア族ミカニアなどの水生植物、藻類を食べるが、魚類の死骸を食べることもある。容体は、 動物食傾向の強い雑食で昆虫なども食べるが、成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖様式は乱生。終年交尾を行うと考えられているが、主に10月から翌3月に求愛行動や交尾が確認されることが多い。オスは、メスの後足や青の匂いを嗅ぎ、メスが逃げると頸部を伸ばして、頭部をメスの電部にすりつけながら追いかける。オスは、 メスの側面に回り込むと頸部を伸ばして、曲げメスの頭部に自分の頭部を近づけ、前肢を伸ばして細かく動かし求愛する。オスはメスの後方から上に乗り、メスがオスを受け入れるとを上げ交尾する。終年にわたり散乱する。主にサスなどの砂地で水辺からある程度離れた場所に穴を掘り、1回に6から31個の卵を年に3から6回に分けて産む。 腐食した植物質で作られたアメリカアリゲーターの産卵層の中に卵を産むことも多い。ワニの巣に卵を産むことは発酵熱や腐敗熱により卵が早く孵化する、卵の捕食を防ぐなどの利点があるが、ワニによる捕食や卵が潰されるといった欠点がある。ワニの巣を除くと卵は60から75日で孵化する。オスは生後3から4年、メスは 生後後から7年で生成熟する。2011年の時点では生息数が多く安定していると考えられ、主として絶滅の恐れは低いと考えられている。一方で湿地の破壊、水質汚染、交通事故や船舶による殺傷、人為的に輸入されたヒアリによるワニの産卵層での卵や幼体の捕食などによる影響が懸念されている。 一室個体の発見例があること、在来種との競合などの生態系への懸念、赤耳メの代替となる可能性があることから、属単位で要注意外来生物に指定された。2015年に生態系被害防止外来種における定着予防外来種のうちその他の対策外来種に属単位で指定されている。ペットとして飼育されることもある。日本にも輸入されており、 少なくとも1950年代には少数の個体が輸入されていたとされる。1990年代以降はフロリダ州の公有地で野生個体の採集が規制されるようになったため、主に飼育か繁殖個体や養殖個体の養体が流通するようになった。日本では山間部を除いた関東地方以南では野外飼育も可能で、野生家では冬眠しないが飼育家では冬季に寒冷な。 地域では冬眠も行う。ありがとうございます。